そっちの食器棚の端を持ってね。一緒に動かすよ。せーの、よいしょ。ごめんね、乱暴で。勢いつけすぎだったかも。怖かったよね。大丈夫です。ごめんなさい、私怖がりで。それよりもお仕事の方は大丈夫なんですか、のぞみお姉ちゃん。うん、さっき通信魔法で事務所に連絡したんだけど、仲間が魔物に襲われて大ピンチって説明したら、みんな納得してくれたみたい。嘘はついてないんだけど、私たちのステージを楽しみにして集まってくれたお客様たちに歌や笑顔を届けられなくてちょっと残念。紬が一人で穴埋め企画をやって、ファンのみんなに満足してもらえるように頑張ってるけど、後で紬にすっごい文句を言われそうだな。あの子ったら怒りっぽいから。うん、自分もできればチカのところに駆けつけたかっただろうし、その点について不満がありそう。なんでこんなことになっちゃったんだろう。あ、ごめんね、ため息とかついちゃって。アイドルは笑顔が命、暗くなってちゃダメだよね。頑張れ私、スマイルスマイル。すごいな、前向きで。私はいつもビクビクしてうつむいてばっかりだから憧れちゃいます。えへん、そう言ってもらえると嬉しい。ちっちゃい子に憧れられてこそアイドル。のぞみお姉ちゃん、本当にアイドルの人なんですね。そんな人とこうしておしゃべりとかしてるのって不思議な感じです。アイドルってもっと遠い人だと思ってました。そんなことないよ、最近は会いに行けるアイドルが主流だし。私は昔ながらの理想像としてのアイドルが好きだから、あんまり馴染めないんだけど、そういう時代だもんね。ファンの人たちの近くにいられればその表情だってわかる。元気がなかったら励まして慰めてあげられる。みんながその瞬間に欲しいものを適切に与えられる。誰かを笑顔にできるんだ。それは多分顔の見えない100万の有識者に評価されるのと同じか、それ以上に尊くて価値があることだよね。すごい、のぞみお姉ちゃんキラキラ輝いてます。なんか語っちゃって恥ずかしいな。あんまり偉そうなことは言えないんだけどね、カルミナはまだまだ駆け出しの何者でもないひよっこだから。だからこそこんなところでわけわかんない理由でつまずいていられないんだ。絶対に地下を元通りにしてみんなが待ってるステージに帰るよ。はい、私たちもお手伝いしますね、お兄ちゃん。お、今何でもするって言った？ほっほー、どうしてくれよ。あ、のぞみお姉ちゃん悪い顔してる。おっとっと、ごめん、今のは忘れて。お姉ちゃんとか呼ばれると照れちゃうな。私一人っ子だから妹ができたみたいで嬉しい。君も同じ気持ちなんじゃない？いいよね、家族って。帰れる家があるなって。この広間もクリスマスの飾り付けとかされてて、すっごい幸せで満ち満ちてる感じがする。そんなところを荒らしちゃって本当にごめん。のぞみお姉ちゃんのせいじゃないですから。もちろんあのチカっていう人も悪くなくて、フォギーっていう魔物が悪さをしてるんでしょ。推測だけどね。あと魔物じゃなくて大精霊。それは魔物とは違うんですか？わかんない、
私から見たら同じようなものなんだけど、そう言うとチカは違うっていつも反論してた。精霊っていうのは何かもっと優しい世界や人類を見守る存在なんだって。私はほんと詳しくないし、専門家の意見が聞きたいな。今チカの師匠筋にあたるおばあさんを呼びに行ってるんだっけ？はい、その人とはコッコロちゃんが趣味で参拝してる神殿でよく会って話す知り合いだって言うから、コッコロちゃんが急いで呼びに行ってます。趣味で参拝って、スズメって子が呼びに行ってるお医者さんと同じように今は到着を待つしかないか。はあ、何もできずに待つだけってしんどいね。チカの看病をしてくれてるんだよね。チカったらまた目覚めて暴れ始めたのかな。とりあえず様子を見に行きましょう。あやねちゃんが心配。